ストライクドッキング、宮本です。カズです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、爆豪カツキ。受信感回避しましたんで、使っていきたいと思います。まあ、もう元々分かってたことなんですけど、ステータス結構高いです。ゲージ込みで3万2000。で、超重力アンチ減速壁。で、減速壁と、ゲージでブロック、そして SS ターンチャージ。追加されたのが、減速壁と SS ターンチャージ、そして聖騎士キラー、3つ追加されました。聖騎士キラーに関しては、正直よく分かってないです。自分、どっちでもいいかな、って感じなんですけど。まあ、一応キラーがもらいました。で、これコレクトなんで、友情にも乗ります、聖騎士。キラー。なんで、愛禅妙とかワンチャン、まだ行ってないんですけど、強いかもしれない。っていうのを思いました。はい。まあ、コネクトスキルなんですけど、今回達成してないんですけど、攻撃力3万以上のキャラが2体か。なんですけど、爆豪ね、攻撃力盛りたいんで、うん。大概超えてしまう。だから、艦隊では使えないかな。って感じですね。盛らなきゃいける。身を全くつけずに、やれば爆豪4体もできるんですけど、まあ、身で盛っちゃう方が個人的にはいいと思ってるので、まあ、おそらくこっちは達成できない。なので、もう一つの方、または自身と種族が異なるキャラが2体以上。爆豪がアジンなんですけど、同じこの重力ブロックとかの枠、意外とアジン少ない印象です、個人的には。なので、こっちの方で満たしていけばいいんじゃないかなと思うんで、だから最大荷積みだね。がいいんじゃないかなと思います、個人的には。はい。で、SS が変わりました、大きく。自走した後に、弱点効果アップ。あ、これが1周目じゃあターン16の方、1個目の方が、2ターンの弱点効果アップ。だから自分でボス当たった時に効果アップして、その次のターンまで継続するのと、で、2段階目は3ターン継続。自分が当たって効果アップさせて、次のキャラと、もう次のキャラまでアップする。はい、効果アップ、これもね、かなりいいんじゃないかなと思う。前の爆発よりは俺は好きです。難しいところでも活かせると思っているので。はい。そして停止後に AP ショットオートカノンを放つ。これがね、ババババババンってなんか細かい弾放つんですけど、結構雑魚狩りしてくれる。雑魚処理能力がかなり優秀ってことなので、まあ、結構使いやすい。雑魚がね、その特に弱点とか持ってたりすると、このオートカノンがね、弱点効果アップもされて、かなり刺さるっていうか、使いやすい。使いやすいはちょっと思ったかもしれないけど、状況によってはすごく役に立つ時が多いと思います。で、追撃、貫通弾と爆発。ここは変わってないですね。普通に強い。はい。特に爆発が今の時代に見やすいで。はい。ということで、今回は、真珠の、なんとかの2いきます。なんとか、ドイツだっけ、こいつ。はい。で、ここは、減速壁とブロックなんで、連れてきてないです。連れてきてないよね。普通に条件満たしてないんで、コネクトはなしでいきたいと思います。まあ、最悪これ、コネクト発動させなくても、いいんで。魔法陣発生しなければね。まあ、このステージ、見覚えはかなりあると思うんですけど、やっぱ減速壁のステージでね、バックオーはね、今後ね、輝いていくんじゃないかなっていうのは、確実に、適正というか、適正まだ少ないんで、減速壁、うん、ここで活躍していってほしいっていう俺のあれです、要望、うん、願い。まあキャラクターだからね、絶対に使うところはできるし、重力魔法陣でしょ。でこれ超重力持ってるから、その枠だよね、役立ってくるのは。まあ、こことかも結構めんどくさいステージで有名だとは思うんですけど、まあ普通に殴り強いよと。あ、そもそもの捨てがいいんで、この捨てが積もってるやつだったらかなり重宝されるんじゃないかな。はい。で、こういうブロック外したいところでもね、役に立つと。外します。減速壁だね、普通に持ってるので。これ友情通んのかな、刺さってね。
変な人ちょっと外れた。これ友情コンボドッグだる。これはダメージなんですか。友情通ってくれたらいよいよ強いんだけど。いやーすごいことなんだよね、うん。こういうめんどくさいステージをワンちゃん今後ね楽にしてってくれるかもしれないんで、要は普通に殴りやっぱ殴りじゃねえか、今は被弾が通ったのか。キャノンベース、キャノンベース魔法とかでもゲージ発してやってします。 OK、 メズン火力高すぎてさ、弱点出してなくて通ってたんだよ。ね。何本持ってんのかな。ちょフレンドのやつがね、結構強化してあるんで、4万あるもんね。なんとや。4万乗せられるのすごいよな。普通に、普通に考えて。4万乗せられるの優秀すぎない。優秀すぎる。ああ、強い。ほら普通に通ってる、普通に通ってる。もうこの時点でもうバックボーンの強さ感じるわ。素の攻撃力の高さっていう面で。だから攻撃盛りたいんですよね、個人的には。ゲージ外しましたもんね。まあいいか、こいつが活躍してもね、あれなんで。まあこのゲージ外しは強い。いいね、まあ、素の攻撃力が。そう、大事なステージでは、大事なステージでも連れていける。もちろん友情も強いんですけど、まあそこは正直今までとはあんま変わんないんで、まあ、今後はね、こういうステージでね、活躍してほしいですね、バクゴーは。特に。ミカエル大地とかもさ、なんか、結構減速壁とか使われがちじゃん。いや、ほんとあれね、うん。よくない。よくないでしょ？もう疲れて疲れる、俺は、あれをやるのが。うん。でも、ミカエルとかでも、こいつは活躍できるようにやるよ。全然あり得るだろうな、今後。だって広すぎるもん、こいつ。アビリティがさ、やばいじゃん。重力ブロック、減速壁、魔法陣。しかも結構嫌な感じで、結構少ない感じのやつがさ、少ない感じのやつ持ってるから、いいっすよ。これはさすがにきついだろうな。なんかの条件満たせばいけるかもしれない。紋章とか。面白いらしいでしょ。ゲージアップしてみる。はい、強い。素が強い。強い。友情取るんだな。友情取ったらもうぶっ壊れちゃったかな。本当に。ギミック虫や。俺気だね。でもゲージ取りたいよ。こことかも SS も強そうじゃないかな。弱点効果アップ活かせるし、やっぱ弱点効果アップって良くない？マジ活かせる、活かせるな。おまけついてるのがいいか。普通に殴りで強い。そう、普通に自走としても使えてプラス弱点効果アップだから、なんかデクとかも相性いいよ。弱点効果アップだってぶん殴れるから。そう、ぶん殴れるっていう、結構やばいな。友情コンボロックかなんか地味に大事ですね。でもまた置かOK、 これ削らなきゃ。 SS 行こうかな、これ。1段階目、さっき継続するんで。よいしょ。さあゲージを切って減速感だけ。うん、いいね、スピードアップ素晴らしい。ちょ、シャッ効果アップしてる、入ってみますか。お、入った。いや、元カノンが、はい、今撃ってますね、上に。あ、これがね、なんか雑魚を倒した後にすぐ他の雑魚に行ってくれるんで、そこ便利です。 OK、 でもここいい感じじゃん、非常に。全然ゲージ決めてないな、このステージ。本当はね、ゲージ決めて最大倍率はしたいんですけど、なかなかそういうわけにはいかず。
よし、倒処理完了。ゼフォンか、倒しちゃいそうだな。爆砲と相性良すぎな、バカと思ってるから。爆発持ってることでだいぶ他とも相性がいい、相性がいいかな。爆発強えな。まあもうそもそも持ってたからさ、強かったけど。おいおいおい、これはゼホンパワー。これモリモリゼホンだから。あ、本当だ。ちょっと森に持ってますね。森に持った、ここのために持った。あとは新イシスのため。さあラストゲージ、ちょ2段階目も打てそうだね、これ。そうですね。ゲージを決めてしまった。あ、決めてね、決めたつもりでいた。これセフ打ってみようかな、普通に。普通にじゃねえ、適当に。2段階目はボス戦に、ボスに打ちます。そうだね、その弱った敵から打ってくれるんで、僕ちょっと待っておこうか。この感じで、はい、解けませんと。いやー、ちょっと待って、こんな味じゃないんだよ、もっと。いや、本当はもっとね、いいとこもあるんだけど、それじゃあちょっと今までと変わんないから、ちょっとこういうところで打ってます。ちょっとボスに打ちたいな。やつじゃん、持ってこい。 OK OK。 ちょ、一周回してボスで打ちたいな、こんな SS。 そうやってからじゃん。そう、強化したいよね。うん、じゃあこれでフィニッシュになるかも。やべ、ゼフォン強すぎるパターンあるぞ、これ。何か、それはそうだったね。バックボードスピードアップが生かされましたね。いや見せられないのかーい。見せられませんでした。まあでもなんかマジでこういったステージ、うん、今後活躍が期待されるのは、爆豪がそもそものスペックが高いがゆえに、まあなんか結構降臨とかでも使われるんですけど、友情も強くて。で今回原則壁もらったっていうことで、こういう原則壁のステージでブロックなんか、なかなか、かゆいところに、手が届くキャラだと思うので、まあ、未開とかマジで楽しみ。あ、そうだね。今後出てくる、うん、コンテンツとしては、未開とか、まあ、あとは、ね、知らんけど、覇者とか、覇者じゃねえ、近畿追加とかね。近畿追加。うん。さすがに、なんか、アビリティが多すぎるから、うん、で、この攻撃力。身でもって今4000あったね。もっと同族で盛ればもっといくから、ね、もっともっとやる、ね、そう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 。でコネクトもその攻撃力以外の指示と異なる種族の面は比較的この達成しやすい。まあ普通に爆豪強いっす。うん、普通に素晴らしい強化が受信が書いて入ったんじゃないかなと個人的には思ってるので、はい、まあ皆さんはどうでしょうか。まあいろいろな意見があると思うんで、僕は素晴らしいと思います。はい、てな感じで今後も息が長く続くと思うんで、はい、見守っていきましょう。誰だよ。思ったし。俺思った。誰だよ。おめえ誰だよ。親かよ。爆豪の親かよ。はい、そんな感じで以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。